ようこそ奉仕部へ。歓迎するわ。頼まれた衣装、責任を果たすわ。あなたの問題を矯正してあげる。あなたの変な笑い方、物質だけかと思ったら教室でもない。あれ、本当に気持ち悪いからやめた方がいい。気づいてるならその場で言えよ。いやいや、気持ち悪い時に話しかけたくないのよ。その方はこの男がつけるから、おとなしく敗北しなさい。え、私暴言も失言も吐くけれど、虚言だけは吐いたことがないねえ、引きがやくん。お、その、付き合ってくれないかしら。今日一日に限り、恋人のように振る舞うことを許可するということよ。また明日。でも今はあなたを知っている。雪姫君、私を助けて。